コットフリート・ケラーは、スイスのドイツ語作家。代表作に、自伝的教養小説、緑のハイン・リヒがあるが、ケラーの小説は、長編、短編ともにリアリズムを根底に据えながらも、ロマンティックな味わいがあり、高度な悲劇性というモアを兼ね備えていることで知られ、スイスのゲーテと呼ばれた。彼の肖像は、スイスの第五次紙幣の十フランに描かれていた。 修理費のろくろ職人の息子として生まれたが、5歳の時に父を事故で失い、その後妹と共に母の手一つで育てられる。小学校を出て実業学校へ進んだが、1834年に些細な事件で退学処分を受け、それから画家になろうと修行を始めた。1840年から2年間無ヘ編に留学したが、 結局十分な成果を得られず失意のうちに帰郷し、画業を諦め文学の道に進む。後にこの波乱に満ちた老いたちは、母への感謝と後悔の気持ちを込めて、自伝的長編小説、緑のハインリ比にまとめられることになる。今日この作品は、近代ドイツ文学の傑作の一つに数えられ、ケラーの代表作として、広く知られている。文学に転身したケラーは詩人を志し、 政治史や恋愛史を書いて認められ、詩集を出した。政治史には、当時チューリッヒに亡命していた求心的詩人、ゲオルク・ヘルベークやフェルディナント・フライリヒラーとの影響があり、また当時スイスを二分していたプロテスタント諸州とカトリック諸州との交渉に強く関心を示し、プロテスタント義勇軍に二度参加している。百四十八年に、チューリッヒ州の奨学金を得て、 ドイツのハイデルベルクに留学する。ここで無心論の哲学者、ルートビヒアンドレアス・フォイエル・バッハの講義を聞き、大きな影響を受けた。1850年に、ベルリンに移り5年間滞在する。苦しい生活を送りながら、少年の人間形成の過程を描いた、教養小説、緑のハインリヒや、それと並ぶ、代表作の一つとなる、スイスの架空の小都市を舞台に、 スイス人の生活をユーモアを込めて批判的に描いた短編集、ゼルトイーラの人々、後にイギリスの作曲家、フレデリック・ディーリアスによって、オペラ、村のロメオとジュリエットになる、悲劇的物語、村のロメオとユリアなどを執筆する。1861年に、中立ヒ集政府第一書記に選ばれ、以後15年間在任。その間はもっぱら政治生活に専念する。 退職後分泌活動を再開し、故郷の歴史を取材した、チューリッヒ短編小説集、緑のハインリヒの改作、恋愛小説集、ーイし、時代批判的な長編小説、マルティン・ザーランダーなどをやつぎばに発表し、ドイツ語リアリズム文学の最高峰と目されるに、至った。チューリッヒのノイマルクとの黄金の片隅にあるケラーの成果、ありがとうございます。